つかへも参加する、よろしくお願いします。非常に眠いね、本当にね、みんなも非常に眠いです。たくなる見た、ありがとうございます。髪の毛さびしゃびしゃだからドライヤーしたいんだけどさドライヤーしてもいいかな。いや先にこれ食べるか、パイナップル、これ朝ごはん、ダイエットとかじゃないんですけど、うまっ。トリオンゲーム見て、本当に面白いよ。家で言うとさ、配信始まって、え、いいじゃん、イヤホンして、うまっ。朝配信、そうね、あの昨日はね朝しようと思ったんだけど時間がなくて、起きるの遅くて、え、全然体調悪くないよ。ドリンリン、ご相談ありがとうございます。ドリンリンです。夜は配信しないと思います。アイブラケーク、オッケー。イブから行くか二度寝するかのバトルが自分のこと。リノに会いたくないんだ。できるだけいっぱいいろんな時間でリノに会いたいとかないんだ。そう、あのさ、いや別にはね、今回てか昨日披露させてもらったんだけど、難しくてサビがめっちゃ、そうジュアルデイズとかと同じ振り付けの先生が振り付けされてたみたいで、めっちゃ難しくて、その先生結構こだわりがあるんですよね。ジュアルとかだと「ささしこ」っていう文字が出てくるんですよ、振りの中に。で今回中井梨花さんの卒業シングルだから、あのリーカっていう文字が出てきたりとか、そうめっちゃ難しくて、でしかもやっと踊れるようになったんですよ、本番前になって。難しすぎて私もなんか何が何だか分かんなくて、もう頭ごちゃになって全然踊れなかったんだけど、踊れるぜってなったら1サビめっちゃ間違えるっていう1サビのさ、どこだっけ、言葉にはできない、幼馴染なんか恥ずかしい、友達だとみたいなとこ、固い約束を抱いた僕ら、ここめっちゃ間違えてさ、はみたいな、せっかくできるなって、ラッサビはちゃんとできたんだけど、NGT さんの楽曲なんかめっちゃ難しいんだよね、ダンス。あ、でも世界はどこまで青空なのかはめっちゃ難しいわけじゃないんだけど、うん、でもあのさ、いや別にはめっちゃ難しかったね。まあでも多分向こうは向こうでそう思ってそうですよね。 NGT さんも HKT の楽曲難しいみたいな、スキップめっちゃ難しいって聞くもんな。慣れたらもう簡単ですけど、全部で20、そんなやってたの。でもなんかめっちゃ普通のライブぐらい長いなと思った。私はシャーベットピンク、シャーベットピンクちょっと踊ってるとこ見たかったな。あ、そうでね、藤崎美優さんとね写真を撮りました。なんと
そうで、ユエルさんと同期じゃないですか。でそのちょっと写真いいですかみたいな撮ってもらって、いやめっちゃ可愛くてめっちゃ好きなんですよみたいな言ったら、え嬉しいみたいな、え私友達になりたいなって思ってたんですよみたいな言ってくれて、そんな感じのこと、みたいな、本当ですかって言ったら、後ろでユエルさんがニヤニヤしてたから、ユエルさん絶対今やめといた方がいいよって思いましたよねって言ったら、ユエルさんがいや合わないんじゃないかな確かにそうなんだよね、絶対に藤崎優さんはこんなやつじゃないもっとおしとやかな、そうもう朗らかな方なんですよ。すごいもうほわほわしてて、なんかそのなんて天然とか意味のほわほわとかかどうかそう分からないんだけど、でももうなんかニコニコしててすごい可愛らしいんですよ。確かに合わないとは思う、申し訳ない。スーボンてっちゃん、シュークリームありがとうございます。声も可愛いしね、そうめっちゃ可愛いんですよ。おっとり、そうおっとりなのかな、でもまあその本当に私は全然タイプが違います。はい、私が絡むとなんか申し訳なくなるぐらい、本当に可愛らしい方です。なんか本当ね、なんだろう、清楚っていう言葉が似合う。うん、イオリみたいな感じでもないんだよね、多分だけど。誕生日なら会場に行くなんですね、どんまい、仕方ないから歌ってやるよ。 Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday dear 茶ヶ島さん、 Happy birthday to you、 おめでとう。NGT にいるんだみたいな子、わかんない、どうなんだろう。 NGT さんと本当に普段から絡むことがなかなかないじゃないですか、遠いし博多と新潟で。私合同でやってたのも結構前だから、ちょっとまつげがめっちゃ下がりそうだから、あんまりこうわかんないんだよね、どういう方がいらっしゃる、いやなんていうの、わかるっちゃわかるんだけど、わかんないっちゃわかんないっていう。鈴木リリカちゃんは昨日あれだったよ、私君どこのペア鈴木リリカさんでしたよ。マジ同じタイプなの、でもめっちゃ可愛いなって思ってる。エカさん、シュークリームありがとうございます。そしかめっちゃ可愛いし、あの子似てる、エイトのリッセン愛理ちゃんにめっちゃ似てるなって思った、鈴木リリカちゃん。うん、なんか目元の感じ、色が白いとこもそうなんだけど、なんかこう目元の感じがめっちゃリッセン愛理ちゃんだなと思った。わかんないこの気持ち、昨日そのモニターにボンって出た時の顔がめっちゃ似てて、みたいな、超似てんじゃんと思って。私ああいう顔好きなんですよ、すごい可愛いなと思って。タカさん、チーズケーキありがとうございます。そうめっちゃ好きなんですよね、ああいうタイプの顔、調べたらわかります。リセアリちゃん、昨日のコンサートこそ、まあでもファミリーっていうか会員限定みたいな感じですからね、配信しちゃったら意味ないのかもしれない。それが伊勢姉妹の姉ちゃん、そうそうお姉ちゃんの方です、ももちゃんじゃない方の。マジででも超かわいい、でもなんかファミリーで配信とかできんのかな、あるっけそんなの。でもなんかね、あんまりこう写真とか撮ってくださいとかなんか言っていいのかなって。あで昨日はなんとねそう皆さん、昨日はなんと私トロッコデビューしました、やった、人生初トロッコ嬉しいですね、トロッコデビューしました、ついに。はい、アンコールでトロッコデビューしたんですけど聖地レイナさんと一緒にトロッコ乗りました。
でもせいじれなさんとかめちゃめちゃあの私が NGT2 期受けた時からめちゃ見てたので、おおみたいな、本物だーみたいな。佐藤かえりさんは歩く伝説なの？でもめっちゃ可愛いなって思う。あのドラさんのあなんだっけドラフト会議の時に見てたから映像。そこまで近かったら現場参加し、そうだよね、次会った時はみんな絶対来るべきだよ。めっちゃ楽しいよ多分今回のイベント。ちょっとドライヤーするわ。ライブの撮影可能タイムってスマホのみ、え、わかんない。でもスマホって言ってるイメージある、煽りでスマホで撮影どうぞみたいな。さすがにカメラはあれなんじゃない。でもどうなんだろう、お立ち台っていうあの煽りの立ち台みたいなのも立ったし、なんか楽しかった。でもなかなか今回のイベントはちょっと目立てるとこがなくて、コンサート中に難しいなって感じ。カメラで撮ってる人 いいのかな。じゃあカメラわかんないな。昨日のいぶきちゃんから借りた服似合っていたよなんかさ、みんなからさ、え、サイズ入るんだねとかさ、なんかめっちゃ言われるけどさ、え、そんなデブじゃないんですけど私入りますけど、いぶきの服も。そんななんかデブみたいな言い方みんなえ、入るのみたいな、入りましたけど。ただおかえりさん、ライブで音楽を止めたり歯の矯正ワイヤーを噛んで壊して、すごいな。でもそう、撮影可能っていうのが当日に決まったんですよ。昨日は2曲かな、ポンコツな君が好きだと書けたとで。ゆずきが細いの悲しい、なんかリナ細くないみたいじゃん。リナだって細いんですけど。今日もね、暇だったら、屋台っていうか、ゲームのとこへ行こうかな。ハイアンドローしたいんだよね。ギャンブルですね、ギャンブル。そうだよ、私、サッさんとナコさんとかの衣装入るんだから。お兄さんの衣装だって入るし。へん、みんなだって入るし。かけ狂いシューズ、ハイアンドローで今日もうスタッフさんに言ってるから、私ハイアンドローやりたいみたいな。空き時間意外と多いんだよね。今日は髪の毛さ、ストレートでいこうと思うんだよね。服装的にこの服はちょっとまたあれなんだけど、ダミーなんだけど今ちょっと移動しようかな。ここちょっと配信しづらいんだよね、はい、あの髪の毛乾かすためだけにこっちいたから待ってね。あの、なんだこの椅子は、動けばすげえ、なんかつかな。よいしょよいしょ。やばい、こんなのじゃ藤崎美優さんと友達にはなれない。ほんと可愛い女の子います。あん、もうやだ、ムカつく。だる、なんでこの狭いのかな、このまま。よいしょよいしょ。
ないじゃん。だってもっと NGT にリアクションが暇だったんで、あの時フィルクルさんシュークリームありがとうございます。いや暇というか、あの時はもうなんか面白くしようと思って行ってみた。やばい、歯にパイナップル詰まっちゃった。歯磨きしたのに最悪。でも昨日ケータリングがさ、めっちゃ天才すぎて美味しかった。マジで美味しかった。ケータリング超最高だったんだけど本当に。しかもね、あの一回さ、いつだったかな、なんか善悪悪しかなんかの時に来たさ、あのおにぎり握ってもらえるやつがあって、自分の好きなおにぎりの味、あの方々がもう一回来てくれて、おにぎり美味しかった、牛しぐれに。でそこの人たちが朝っていうかランチメニューはそのおにぎりで、あのディナーはあの豆乳担々麺で、めっちゃうまかった、最高すぎ。そうもうね、昨日はとにかくケータリングが豪華すぎて美味しかった、最高でした、マジで。私これ集合時間大丈夫だよね、なんかまあ大丈夫だと思うけど、大丈夫ですね。そうなんです、めっちゃ楽しかった、楽しかったじゃない、美味しかった、最高です。ケータリングやっぱすごいとさ、いいなって思う。運営にお金がかかりすぎていて心配。それはファンの人が心配することではありません。じゃあその分みんないっぱいチケット買ってね。まあでもイベント自体もめっちゃ楽しいですよ。ハイタッチも普通に楽しいし、なんか屋台みたいなのも楽しいし、食が楽しいと思って。いや本当にね、それはマジでそう、食って大事。うん、当日に買い増しできる、それめっちゃみんないいって言うわ。本当に嬉しい、ありがたい。ハイタッチはエチケットの味が喋れるだと思う、私はそう思ってるかな、同じぐらいだと。当日に帰るの罠、逆にね。頭もしれっとワンでな、あーまあでもそれは仕方ないんじゃない。剥がしも超ゆるい、そんなこと言うな。頑張ってない、剥がしの人も。今日も残業で、え？もう残業確定なんだね、それは。100枚あって、やばすぎ、100枚買ってたの。ねえ、やばすぎ。隣のレーンが NGT さんのレーンだからさ、なんかペコってしてる。こんにちはって。でも未だ一人も来てくれず。くそ、釣り師じゃないからやっぱちょっと釣るの難しくて。なんかでも昨日インスタのフォロワーがなんかね、一気になんかね十何人ぐらいバッていきなり増えてたんだよね。普段そんな一気に増えることないんだけど。ライブは今無限でも買えるそうです。あ、そうなの。え、どういうこと。最初 NGT のクリーム、それはめっちゃおもろい。そんなことあるって。ブースティー
ちょっと待ってよ。あら、茨城県で緊急地震速報。大丈夫そう、みんな。タクナル効果、タクナル効果なのかな。ライブチケット現地で買えてるみたい。それはさ、でもファミリーとか入ってて、あれしょ、今回のイベントの参加券持ってる人じゃなくて、そうじゃなくても買えるの。イベント券なくてもライブは買える。マジで。あ、ライブ昨日もそれは買えたんだ。まあでもぜひ来てください、皆さん。よかったら、私がまたトロッコに乗って出てくるかもしれないです。でも昨日と、なんていうの、ちょっとだけセットリストが変わるかも。あ、でも昨日ね、タクナルを友達が見てたらしくて、それかお母さん、なんかお母さんが見てて、なんか、あ、 HKT の子出てるよみたいなと思って、友達がパテが見て習ったらしくて連絡来ました今タクナル見てたよっつって。私その時間ライブしてたんでちょっと分かんないんですけど、リアルタイムでは返せなかったんだけど、わってパッて携帯見たら、ありがとねって。グランメッセだったイベント、分かんない、それで行ったことないから。昨日と席が変わるのトロッコの上で今そうしてくれ。やばい、寒くなってきた。今何分配信したっけ。私ギャルママとのコンビ良かった。本当？ちょっとまだ見てないから分かんないんだよな。8分に始めて OK、 じゃあ8分になったら終わろうかな。38分。なんかさ、ご飯食べたい、ご飯っていうかコンビニでさ朝ご飯買いたい気持ちとさ、ケータリングまで待って食べたい気持ちがめっちゃ、おろしだけ買おうかな。空港着もう少しでしょ。あら、気をつけてくださいね。2部から行くが勝利しました。素晴らしい、当たり前です。うん、今日のケータリングは何かな、楽しみ。食って大事だからね、本当に。とりあえず会場まで移動で寝て、会場でメイクしてとか。うん、楽しみ。ご飯マカロンも美味しかったですよ。昨日のエビとサーモン入ったちっちゃいサラダみたいな、昨日の配信で食べてたやつ、あれも美味しかったし、
ハムも美味しかったし、あのちっちゃいローストビーフみたいなのもあったし、ヘタティ洗濯して乾燥までおろした。お、偉い。このケータリング毎日食べれるならこのイベント毎日やってもいいわ。昼カレー夜牛丼好きや。大浴場がチケット公開に含まれてます。一旦大浴場でいいんじゃない、まだあれだし。ハイアンドローはあのカードってかトランプ引いて、で私が持ってるのより見えてないけど、私が持ってるカードより低い、自分が持ってるカードは低いか高いかをやって3回勝負かな。で1回でも多分当たればあのメッセージ付きのメセカゲットみたいなやった気がする。かけ狂いですね完全に。くそ、死ぬやか、付き合いじゃなかった。私も今日ジャバミーユメゴの気持ちで頑張ろう。髪の長さ的には誰だろう、あの人か、おもちゃ屋さんの娘か。3回連続だったっけ、え、そう3回連続正解か、わかんない。あの射的が3回中1回でも倒れたらだったから。でも射的も面白かったな昨日ずっと射的で、射的はあの3球中1個でもそのコップ倒せたらよかったんだけど、いやこれ倒せたらかっこいいなとか言って横で、いやリナ、あそこの紙コップ当ててほしいなーとか言って。でもなんか3回連続だから難しいって言うけど、意外、あ、厳しいけど意外となんか当たってる人多いっぽいよ。まあ2分の1じゃ2分の1やからな。そうダーツ、あ、そうかダーツもあるか。めっちゃずっと射的で煽ってた。あーこれ当てないってことはリナのことあんま好きじゃないんだとか言って好きなら当てれるよねーとか言って、同じ数字、いや同じ数字じゃないです、1から13の中から引くから、お互いそのなんていうの、一組っていうか1から13しかないから、その中で2人で引いていくから。でも私もなんか詳しいルールはちょっと分かってないんですけど、寒い、めっちゃ寒い、今なんか寒いなとか考えてたらぼーっとしちゃった寒いな、お風呂上がりだからかな。13位アジシヌクさんありがとうございます。12位キズセイ太郎さんありがとうございます。11位ションションありがとうございます。10位吉和さんありがとうございます。9位ガスさんありがとうございます。8位シュン君ありがとうございます。7位ガオちゃんありがとうございます。6位ただの魚さんありがとうございます。5位佐世保のてっちゃんありがとうございます。4位ピルクルさんありがとうございます。3位タカさんありがとうございます。2位エイカさんありがとうございます。1位ユウヤ君ありがとうございます。まあじゃあちょっと多分配信はもうないと思います。今日も夜も遅くなりそうなので、じゃあイベント楽しんでいきます。来る皆さん楽しみましょう。後の人はお仕事頑張ってください